お金の不安解消チャンネル、みんなブログやってみようの巻。こんにちは、孤独のサイコマンです。40代差し付くお金の不安解消チャンネル、40代の不安普通のサラリーマンです。パワハラ攻撃に耐えかね、去年休職、生活をするために再び復帰するも、周りの人間の目を気にして悶々とした日々。去年11月より後輩と株投資を開始しました。給与を株に全力注入、たまに仮想通貨も投資しています。不動産投資も始めるべく今猛烈勉強中です。ブログを始めてみたら、皆さんブログやってますか？私はブログを今年1月からスタートいたしました。現在130記事ぐらい書いております。主に私が関心があるキャリア形成論、キャリア構築論、キャリア論全般について書いています。キャリアコンサルタントという資格の受験勉強中なので、その知見も活かしているということです。また社会人歴20年ということなので、そういった経験も随時書いています。そもそもブログを始めるのに必要なものって何だと思いますか？それはですね、ブログ作成ツール、そして2つ目がドメイン、 URL です。そしてサーバー、これはレンタルだと思いますが、サーバーです。この3つが必要になります。私の場合はレンタルサーバーです。コノハウィングです。2019年より運営を開始しているそうです。設定が簡単です。サーバー、ドメイン、SSL、ワードプレスなど一括で申し込めます。レンタル料も月1980円ぐらいだったと思いますが、そこまで高くありません。ですから初期費用が大変お安くなっております。趣味で始めるにも十分予算の範囲だと思いますが、いかがでしょうか。私の場合は先ほど申し上げました通り、ブログを半年で134本書いております。みんなのキャリア論というテーマで書いております。私はもともと記者をやっておりましたので、原稿を書いておりました。なので文章を書くこと自体はそれほど苦手ではありません。しかしそれでも結構時間はかかります。だいたい1本で2時間ぐらい、長くてかかります。早ければ30分ぐらいで終わりますが、やはりじっくり書くには2時間ぐらい時間は必要です。主にキャリア論を書いています。ネオキャリア論というテーマで、今のキャリアについて、そして今後のキャリア形成について、皆さんの、キャリア形成について書いていっております。実際の収益です。ブログで収益を上げるにはどうしたらいいか。Google AdSense が一つです。私は Google AdSense 50記事ぐらいで合格しました。50記事ぐらいで申請をして合格しました。まあ、ネットとか YouTube で50記事ぐらい必要だという意見が多かったので、それを参考にしています。申請前はポルノ表現とか著作権など問題がないか、記事をすべて見直しました。さらに文章構成や写真などを追加して読みやすくするなど、構成をし直しました。これだけで丸2日はかかったと思います。しかし、落ちれば落ちるほど合格しづらくなるという話を聞いたので、一発合格を狙ってしっかり準備をしたということです。またアフリエイト、有名どころの ASP は一通り登録しています。A8 ネット、もちろんアフリエイト、AFB、バリューコーマス、Amazon アフリエイト、楽天アフリエイトなどがあります。AFB だけ一度申請が落ちました。これは50記事の時点で落ちています。しかし、100記事ぐらいの時にもう一度申請して受かりました。正直アフリエイトはまだ勉強中なので、そこまでやっていません。今は Google AdSense しかやっていません。一応たまに貼ったりしていますが、全く儲かりません。広告収益は一度もありません。 Google AdSense 収益は半年でこの通り133円です。これが現実です。私は文章はそこ、先ほど申し上げました通り、そこまで不得意ではありません。元記者ですので不得意ではないのですが、この結果です。まあ、内容がマニアックだという話なのか、キャリア論というマニアックなネタのための可能性がありますが、ただ自分の関心があることでないと長く続きはしません。私はキャリア形成が人生重要と考えていますので、このネタを考えています。このネタで展開を今後もしていくつもりです。ちなみに8000超えないと振り込まれないので、この133円は私の手元には振り込まれません。今月は3円しか入ってません。ただですね、これからも
ブログは書いていきます。なぜかというと、やはり発信するという行為自体がストレス発散にもなりますし、自分の生き方も見つめ直すことができます。キャリア形成について考え直すきっかけもありますし、キャリアコンサルタントの勉強する上でも、学習にも効果があります。インプットだけではなく、アウトプットするということが大変重要だということが、このブログということを通してよくわかりました。ですから今後も、コツコツブログは書いていきたいと思います。まあ、半分趣味ということになりますね。これは私がよく行く焼肉屋の焼肉ですが、大変美味しいです。おかわり一杯だけ無料ですので、皆さん行ってみてください。都内にあります。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。さよなら、さよなら、さよなら、ラランランララ、ラッキー池田。さよなら、さよなら、さよなら池田。池田の根性、根性人。私は40年、40歳で無職のキャリア、無職じゃありません。20年のキャリアを、このキャリア論道して書いていきたいと思います。それではまた。